高橋弘子でございます。はい、こんばんは。高橋弘子候補の応援 で、三井玉樹さんとですね、元大阪貢献公安部長の三井玉樹さんと一緒に、連日選挙運動です。お疲れ様です。全国の皆さん、こんばんは。まあ、頑張っております。よろしくお願いします。はい、三井さんもですね、連日選挙カーに詰めて乗ってくれております。今日、それから明日で終わりですね。頑張ります。三井さんの後輩の長谷川さんです。お歩きになっている皆さん、こんばんは。今日一日お仕事ご苦労様でした。あるいはこれから夜の仕事だよと言われる方、そういった方々はぜひとも頑張ってください。本日もこの場所をお借りをいたしまして、連日還元試合で演説をさせていただいております。一番のホームグラウンド、中学からやりやすいということで、ここでやらせていただいておるわけでございます。昨日は私ども高橋弘子の応援のために、元労働大臣でございました山口俊夫先生がお忙しい中、わざわざ体を運んでいただきまして、ここで高橋弘子に対する非常に熱い応援のメッセージをいただきました。その後、高橋弘子を引き連れまして、この商店街の皆様方に、元労働大臣の山口俊夫が、都庁先生が一緒にご挨拶をしてくださったわけでございます。若い人たちには山口俊夫、元労働大臣といっても馴染みがないかもしれません。我々が若い頃、今でも十分若いんですが、一応戸籍年齢で非常に若かった頃には10年一昔と言います。最近は10年どころじゃない、1年一昔、こういうことを言われるぐらい時間の流れが早いわけでございますけれども、ということで山口俊夫先生、元労働大臣なんて言われてもピッとこないんですね。でも女性の皆さん方は、この山口俊夫先生のお名前ぐらいは知っておいてほしい。何かと言いますと、今男女雇用均等、あるいは男女共同参画なんてことが、どの自治体のお役所の玄関に看板がかかっているんです。男女が一緒に社会に参画しましょうねということが今トレンドです。当たり前だと思われています。ところがかつては男女は平等でもなければ平等でもなかったんです。どういうことかというと、ある程度年齢のいった方はご承知と思いますけれども、同じ4年生の大学をで卒業して企業に入っても、男性と女性は給料が違うのが当たり前だったんです。大体女性の皆さん方は2年ぐらい働いてお宅にやってコピー取って、そして会社の来るべき人間と結婚してくれればいいんだということで働いてました。ですから女性はあくまで脇役だったんですよ。主役になれなかったんです。それを同じ時間同じように労働してるのに、男が時給に直せば1500円で女性が1000円はおかしいだろうと、こういった世論が巻き起こってまいりました。それは世論が巻き起こったところで社会が変わるわけではございません。日本の場合は法治国家でございますから、社会を変えるためには担保が必要です。何を担保するか、法律なんですね。で、この時に山口俊夫労働大臣、何をやったかというと、男女労働、男女雇用を均等法という法律を作ったわけです。つまり男も女も同じように働いてるんだから、同じ条件を持って通じなさい、こういうことになりました。これが男女雇用均等法です。そしてあれからなんだかんだ20年ぐらい経ったと思うんですけれども、今や女性の社会進出は当たり前になってきた。しかしですね、女性の皆さん方がね、社会に参画してくれないと困るんです。何が困るかと言いますとね、僕も一応男なんですよ。見た通り男です。それで非常に男です。でございますから、男の場合はね、例えばこういう洋服、これ僕にデザインしろと言ってもね、女性が好むようなデザインができないんです。最近はね、デザイナーズマンションとかホテルとかありますね。大体昔はね、設計者は男性でした。ところがね、男ってやっぱ細かいことが気がつきません。大体において使いにくい台所を作ったんですよね。設
は台所を主に使うのは男性、まあ、私の場合は最近母ちゃんにやらされてますんで台所を私は一生懸命使いますが、多くは女性の方がキッチンは使うんです。では使いやすいキッチンは誰が設計すればいいの？使う人が設計するのが一番いいに決まってるんです。今や女性の設計師はもういっぱい出てきました。テレビでも有名な人いっぱいいます。なぜそれができるようになったかといえば、至って簡単で、男女が社会に同じように出ていかないか、女性の活躍の場をちゃんと見つけて、そのフィールドを広げないか、こういうことを最初にやったのが、この労働大臣の山口俊夫先生だったわけですね。その山口元労働大臣が、昨日はこちらに来まして、この高橋記録公募のために非常に熱いメッセージをしていただいて、なおかつご本人が、とにかく商店街の皆さん方にご挨拶をしたいということで、すでに高橋広報に連れましてご挨拶をさせていただいたわけでございます。まあ、昨日はその後ですね、まあ、僕の中でも知ってるんですが、元航空幕僚長だった、まあ、僕はタモさん、タモさんと言ってますが、タモ並みのお嬢さんも来られたよ、有名なことが来られるのはいいんです。今はね、例えば、まあ、僕もいろいろ有名な人、知ってますよ。ついこの1週間だけで会った人間の名称を担当された。え、こんな人も会ってんの？あります。なのでさ、知らん。しかしね、有名だからと言って来ていただいて、ああ、あの人有名だからと言って票を入れる。これは何でしょう？人気投票です。人気投票にしてしまったんでは、本当の意味の人気になりませんからね。大事なことは、これから、あさって、投票があります。誰が首長になるのか。誰が区議会議員に当選するのか、この時にきちっとした根っこのある人を当選させれば、その失敗は素晴らしいものになるんです。そうではない。ふわふわ人気で当選させてしまうというと、どういう状態が起きるかというと、特定の政党を批判できませんから言いませんけども、我々が原爆の時に体験したんじゃないですか。今だって大変な問題が起こってますよね。あの辺野古移転の問題、なんで辺野古移転であんな状態になっちゃった、誰がしちゃったんですか。ふわふわ人がいっぱい、人がですね、いっぱい当選しちゃった時ですよ。つまり言ってしまえばね、あの鳩ちゃんですよ、ゆきちゃんですよ、鳩山幸男さんがあの時にこの鉄砂の移転先は辺野古じゃない、大抵でも県外だ、何の担保もなくリップサービスしちゃったんです。ビッグサービスは渋谷109の地下2階のお店だけで私は十分だと思うんです。その裏付けのない言葉とふわふわした風によって民主党政権ができた、そのたった一言のために今辺野古が大変な問題になっています。一歩間違えれば日米関係、日中関係を踏まえたそれこそ外交問題になりかねないという状況をこの時に作ってしまっているわけでしょ。だから私は常に皆さん方に申し上げたいのは、しっかり自分の頭で考えてくださいね。それにはどういう人が応援についているか、単に今トレンドで人気があるからというんだったら AKB48 を並べてですね、踊りでもやらせりゃね、皆さん出てくれるのかと、それが入った候補が何できるかって話になってくるじゃないですか。そこをまずしっかり考えてほしいということはまあさておいて、とりあえずこの高橋博子さん、あの発信全然うまくないんです。あのでもね、皆さん本当にね、演説と言ってはなんだけれども、内容の関係ないことをベラ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 言ってる候補者いっぱいいますよね。大事なことはね、政治家は演説が奪い取ってはないんです。大事なことはね、議会に行ってね、議会で質問をするときには、提案をするときには、事前に議会事務局にこういう質問をしますよ、こういう提案をしますよということを先に出すんです。それに対して読んだ役所の側がそう答えよう、ああ答えよう、その参考資料や何かを全部用意しとこうなります。つまり簡単に言ってしまえば、あんなものは単に原稿を読んでるだけなんです。それをもっともらしくね、演説やっていうように見せたりなんかするんで、これは確かに演説だから、政治家は演説のうまさは必要がないんです。必要なことはちゃんとした、ここは世田谷の区議会ですから、条例を作る能力、提案をする能力、場合によったら行政を追及するための情報収集分析能力があれば十分なんです。あとのことはうまく喋って皆さんが分かるようにしてちょうだいねってことは、僕らみたいに北の国から生まれた人間がやればいいのじゃないですか。そうでしょ。
今日は私の役割は言ってみれば、私は演説の前ですけど、リップサービスではありません。本当のことを言います。どういうことかと言いますとね、皆さんね、まず高橋宏子が言っていることの一つは戦争のない国なんです。世田谷区戦争違反の戦争ってそれ中央政府の話でと思われがちですね。違います。過去いろんな戦争が世界中でありました。今ももう戦争をやってます。あ、どうもどうもすいません。戦争をやってますがね、その原因をね、こうやって考えてみますとね、大体貧乏な貧困か格差かどっちかが大体根底にあるんです。かつて僕らが中学校の時に日本も大変な戦争がありました。アメリカ相手、中国相手、イギリス、フランスね、こういった国々相手に世界中を相手にした戦争をやったでしょう。この時の戦争のことを僕らは歴史の教科書でナチス・ドイツ・ファシズム・イタリア、そして日本、軍国主義なんて言われて、まあ軍国主義かどうか分かりませんが、とにかくこのドイツ・イタリア・日本の数字国と言い、残りの国々が連合国、この戦争の原因は持たざる国と持っている国の戦いだ。こういう具合に僕らは教わったんです。つまり資源がない日本、第一次世界大戦で敗戦国になってベルサイユ体制でもうヨーロッパ中の国からむしられちゃって貧乏になったドイツ、遅れてきた発展途上国であるイタリア、つまり持たない国が持てるアメリカ、イギリス、フランスと対抗上、ドイツの国で物を言おうと思ったら同じように物を持たないかん。結果としてどうなんですか。ある人間とない人間ね、俺何だからお前ちょっとおことかいちょうだいよ、財布の中に10万円あるでしょ、1万円ちょうだいって入って1万円くれりゃ喧嘩になりますね。やらないと言っても欲しいやつはどうする、それから強盗やる、強盗やるっていうのは国家間ならこれ戦争なんですよ。つまり戦争の原因は国が貧乏である場合に一つは大きな原因として発生するんです。もう一つは国内に大きな格差が生まれたわけです。これはどういう意味かというとね、人間というのは欲望がある、妬み根性があるんです。俺は1日8時間汗流して働いて1回と働いたら18万円、片一方は会社の涼しいところでですね、このネットで一生懸命ウェブを使ってですよ、パソコンで、はい、1円上がりました、1ドル130円になりました、145円になりました、なんてやってる、その差額でもこのサラリーマンがなんと年収5000万、10年間で4倍に増えた。汗を流して社会の実体経済を支えている人たちがなんと年間200万。これってね、不条理でしょ。誰かって不条理感じますよ。そうするとね、あのバカ野郎、ね、ネットでちょこちょこちょことね、1円上がったの、3円下がったのなんてやってて5000万もね、1年間稼ぐのかと。俺はこうやって社会のために汗流してやってるのにたった200万か。これはね、誰だと思います。そのフラストレーションが心理学でいうところの破壊衝動につながっていく。現実に秋葉原のあの事件なんかはどうでしょうか、殺人なんてのは。それがね、国家を覆った時に面倒くさい、聞くべー、聞けしみたいな空気になっていく。その空気にはマスコミもね、常識も良識もこれは絶対抵抗できないんです。つい2、3週間前 NHK でやってました。日本は侵略戦争やったしてないです、してません。どういうことかと言いますとね、あの当時の資料がみんな出てきました。日本の政府は戦争をしないように、戦争をしないようにという具合に一生懸命やったんです。ところがやる、打ち手打ち手が全部裏目に出て戦争になっちゃったんです。でもその背景にはものがない、格差がある、こういった背景が当時の日本の国内を破壊衝動で覆い尽くしたのか。だからどんな良識も無益にならない、そういう社会が今日本がなりつつあるような気がしてならないんです、この格差を。だから私は日本という国が貧乏じゃないんです。国民一人当たりの国民総生産に換算すれば今でもアメリカと地位を争う優秀な経済力を持っているんです。世界間全体の貿易高の 20% は日本がやってるんですよ。これぐらい豊かなんですよ、日本は。まだまだところがね、豊かだなと思える人が年々減っていく。なぜ格差がでかい、特別な人たちが富を言うならば独占している、これは不条理としか思えません。これをなんとか直すにはもちろん国の政策として、あるいは法律でなんとかしてもらう。かつてのようにたくさん取った人が大きなる義務、
ローブルオブリンとしてたくさん税金を払ってくれるのが一番いいんだけど、今はそうなってません。たくさん稼ぐ人の税率は年々下がります。そして稼げない人たちは消費税アップという形でどんどん実質的なこの収入が減っている。格差が開く一方です。では中央ができないならどこならできるかってことになると、自治体レベルでできることはいっぱいあるはずなんです。そういうことをまず議会で訴えて、一つできることは議会決議、これを全国に波及させることで中央政府を動かすということもできるわけですね。そういうことをまずやることによって、格差をなくせば戦争をやるという必然性が崩れていきます。それを高橋理事は言っています。それから原発のない国、皆さんね、原発やりたいという人いますか？ほとんどいません。世論調査をすればおそらく原発ない方がいいよね。ところがね、あの原発事故が起こった後に東電、三電、いわゆる電気電の連中プラス生産庁の連中、いやー原発がなくなっちゃうというと電気が足りない、電気が足りないってバカ野郎って話です。電気が足りないんじゃないの、お前たち役人たちの家が足りない、こういうことじゃないですか皆さん。で、翌日4年間だった。まあ原発一個も稼働していない。どっか電気足りないありますか？ないでしょ。原発なくたって電気は足ります。それよりも何よりも今原発の再稼働をですね、まあ使用しようとしてます。規制委員会がですね、決めた、設定した基準というのがあります。世界で一番厳しい安全基準とこう言ってますよね。しかしね、皆さんね、今日本でね、原発事故は福島の事故しか起こっておりません。その福島の原発事故、未だに終わっておりません。あん中に入れないんですから。ですからこの福島の原発事故の本当の原因がまだ究明されていない。その基準というのは、事故の原因が究明され尽くして、だからそれを上回る基準をこうやって設定すれば、あのような地震があり、津波が来ても心配ありませんということを、国や各所に示したときに初めて安全基準として納得できるんですよ。そうじゃないでしょ。だってまだ事故の究明終わってないんだから。事故の究明も終わってないのに安全基準を作るってことは可能かどうか冷静によく考えていただきたいなというのが高橋理事の考えです。何はともあれ、今、原発はいりません。原発よりも何よりやっぱりね、自然エネルギーですよ。例えば、世田谷に限らずですが、東京はこれ、温泉が、日本はですね、火山列島ですから、温泉がすぐ出てきます。ここら辺りをね、500メーターから1000メーターボーリングすると、ここから温泉が出てくるんですね。温泉の熱を利用して、まあ私はアンモニアがいいと言ってるんですが、アンモニアの気化熱を利用して、アンモニアの蒸気を作る。そしてアンモニアの蒸気でタービンを回せば、燃料代1円もなしで、これ電気が起きるんですよ。自然エネルギーがね。それ以外にもいろんな方法があります。そういうことを世田谷区が試験的に実際に行ってみせれば、それは日本中に必ず波及します。そしてその電力技術というのが確立をされれば、日本の産業をこれリードする産業としてこれ確立できるんです。そうすると電気事業の技術に対しては日本はちょっと名称に答えつけてすみません。はい、ということで、私はそれをね、小高区長さんと話す現場とは当時、そしてこの高橋洋子さんも小高区長と一緒にね、学研さん運動なんてやってきました。だけどね、反対ではダメです。代替するもの、これがちゃんとなければいけない。で、それは自然